古今の名人大先哲が創始した全ての流れを総帥中村良先生が総括総合し発展させた正統空手道で出会い、その神髄を達人剣に求めている。剣を通じて精神の錬磨と技術の鍛錬を行い、剣の心を習得することこそが剣道の本質なのである。剣道界は剣の道一筋に生きること64年、武道の神髄を体得せられた総帥中村秀夫先生の空手道の精神と技術を継承し発展させるために発足した団体である。剣道界は世界に向けて開かれた自主的な気概あふれる武道団体であり、未来を担う青少年の健全な育成と活力ある社会づくりに寄与することを目的としている。剣は岩も砕き、誠は人の心を打つ。剣道はまず精神の修練を第一の目的とする。常に己を見つめ、明鏡止水のごとき心でもって一切の邪念を振り払うことに努める。剣の道は己との戦いである。
47歳空手歴23年161センチ58キロの小兵でありながら、繰り出す技のキレとスピードには他の追随を許さないものがある。稽古は剣速を中心とした身体の鍛錬から始まる。自らの肉体を極限にまでいじめ抜くかのように砂袋を叩き、サンドバッグを蹴る。休む間もなく続けられる基本動作の反復。実戦を想定した型や移動稽古、それに組手と、まさに猛稽古で知られた剣道界の訓練には危機迫るものがある。これは真の武道家を目指す者のみが成し得る人間の限界への挑戦でもある。銃弾と日夜激しく厳しい事故との戦いに黙々と耐えてきた門下生たちの熱い魂が交差する一大ページェントであった。
本成春五段37歳、空手歴27年。鋼のごとく鍛えられた肉体が生む信じられないパワーを秘めた技、見る者を圧倒してやまない。石山慶六段43歳、空手歴28年。剣道の神髄を一途に探求し、
その普及発展に努める剣道会本部の首席師範である。
わざれども下おのずから道をなすという、一切の売名行為を嫌い己を誇ることのなかった伝説の空手家中村英夫十段。数々のドラマを両の拳に秘めたまま、ひたすら剣の道を追い求める真の武道家と、その高潔な人格に取りつかれた男たちによって、今剣道界は新しい一章を開かんとしている。羽ばたけ剣道界、健やかな人間と平和を愛する人々の心と心を結ぶ架け橋となれ。
倉本成春五段37歳空手歴27年鋼のごとく鍛えられた肉体が生む信じられないパワーを秘めた技、見る者を圧倒してやまない。石山慶六段43歳空手歴28年剣道の神髄を一途に探求し
その普及発展に努める剣道会本部の首席師範である。中村亮先生が総括総合し発展させた正統空手道であり、その神髄を達人剣に求めている。剣を通じて精神の錬磨と技術の鍛錬を行い、剣の心を習得することこそが剣道の本質なのである。剣道界は剣の道一筋に生きること64年、武道の神髄を体得せられた総帥中村秀夫先生の空手道の精神と技術を継承し発展させるために発足した団体である。剣道界は世界に向けて開かれた自主的な気概あふれる武道団体であり、未来を担う青少年の健全な育成と活力ある社会づくりに寄与することを目的としている。剣は岩も砕き、誠は人の心を打つ。剣道はまず精神の修練を第一の目的とする。常に己を見つめ、
明鏡止水のごとき心でもって一切の邪念を振り払うことに努める。剣の道は己との戦いである。1987年6月28日、総帥中村秀夫以下剣道会の門下生総勢254名による大演武会は大阪市中央体育館で盛大に行われた。伝説の空手家中村十段と日夜激しく厳しい事故との戦いに黙々と耐えてきた門下生たちの熱い魂が交差する一大ページェントであった。
47歳、空手歴23年、161センチ、58キロの小兵でありながら、繰り出す技のキレとスピードには他の追随を許さないものがある。稽古は剣速を中心とした身体の鍛錬から始まる。自らの肉体を極限にまでいじめ抜くかのように砂袋を叩き、サンドバッグを蹴る。休む間もなく続けられる基本動作の反復。実戦を想定した型や移動稽古、それに組手と、まさに猛稽古で知られた剣道界の訓練には危機迫るものがある。それは真の武道家を目指す者のみが成し得る人間の限界への挑戦でもある。